ようかちてもチャンネルです。今回はですね、神コイン、プニ神の闇コイン Z でガシャ回していきたいと思います。入手方法としてはこちら、気まぐれゲートのクリアご褒美レベル7、レベル8、レベル9となっております。今レベル8のこちらプニ神様登場してるんで、早速バトルいきたいと思います。今回特攻がおらんのよー。そう、特攻なしで果たして倒せるのが、元気のリンクやったっけ、シャワー。漢方が今2、3個って感じ。シャワー5個ぐらいか、5、6個なんだけど、そうなんだよな。そうなんだ。あれちょっと待って、あれちょっと待って、あれ、あ、ちょっと待って、なんか、あれちょっと待って、あー、なるほど。さてと、こっからちょっと回復しながら、漢方で回復しながらやっていきましょう。6個あるんだけど、無課金で果たして倒すことはできるのか。こっからが本番ね。プレイ条件、閻魔族使えるんでナイスって感じ。閻魔族使えるのマジありがたい。ボス閻魔で先にちょっとこうサボらせておいてって感じね。敵の HP、ステータスチェックや、202万1500でございます。先にちょっとフィーバー突入ぶちかまして、でフィーバー中に必殺技をぶち込む作戦でいきたいなと思っております。ちょっと待って、パーティー間違えた、パーティー間違えたかもしれない。まあいっかまあいっか、とりあえずフィーバー突入しまーす。で必殺技打ちまくっていく、よいしょ。暴走炎までデグアップリード、敵の反撃もあるのか、なるほどね。その不思議族使えないのがちょっと痛いっちゃ痛い。 HP 回復できる、あ、やや回復か、なるほどね。やや回復、なんか不思議族のさ、スザクさん使えたらめちゃめちゃいい感じなんだけどね。クリティカルボーナス発生するし、めちゃいいんだけど、スザクさん使えないの厳しい。まだ復活とかはしないね。やべ、やばいなあ。あんま HP 減ってないかな。30万ぐらいか。敵の HP 減ったの30万ぐらいかな。さっき200万だったよね、HP。そうか。もうちょい頑張っていかんとだな。深い漢方、じゃあ深いくないわ。普通の漢方だ。使います。フィーバー中にいい感じで必殺技ぶち込めたら倒せるかな。で、今回使うその、国神の闇コイン G がめっちゃ神ってて、Z 以上確定なのよね。ヤバタニエンなんですけど。で、ここで大事なのが、デカプニをある程度作っておくということ。暴走エマさんも。オッケー。おっしゃ。まずは、HP 回復。で、極エマさんに。極エマさんの必殺技が一番でっかいかな。ダメージ的に。で、さらに、リンレさん。ボーナス玉とか欲しいところじゃな。この、キムナシ先生やったっけ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。キムナシティーチャーやったっけが、デカプに消したらたまに HP 回復なんだよね。ちょっと集中力散漫だな。カンプを使いまーす。敵の HP まだまだだよなー。フィーバー中にどんだけ必殺技をぶち込めるのか、みたいな感じ。ステータスチェッキー。敵の HP 残り140万となっております。ちょっと最適解を見つけていきたい。最適解、最適解と。まずカイラッチ必殺技チルしたいでしょ。こんな感じかな。こんな感じでいかがでしょう。いやー、高速で必殺技打っていく。はい、2発目、必殺技2発目。はい、3発目いきまーす。はい、4発目いきまーす。で、5発目いきまーす。その前にボーナス玉、OK。これで5発かな。さらにもう一丁いっときたいんですけども、厳しい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 。6発ぐらいかな、必殺技。にゃーん。敵の HP がついに、半分になってまいりました。特攻いないと、きちー特攻いないときちー。漢方残り3つで、
果たして倒すことはできるのか。参りましょう。1回で30万、敵の HP30 万は削る。で必殺技をできたら6発以上は撃つ。ここだな。ウィス頑張るでウィス。あ、いい感じ。これで HP 減ってくれたらいいんだけどな。どう、あ、関係ないのか。HP 減ってないもんな。あ、ちょっとやり直すわ。ちょっとうまくいかんかったなっていう時は、やり直すずら。フィーバー中に6発ぐらいぶち込みたい。最適解、最適解。最適解、最適解。いい感じでフィーバー突入したいんだよな。ああ、そろそろ入らんとやばい。まず、一発目。で、二発目いきまーす。合計30万以上はいきたい。3発目。で、ボーナス玉でいきます。4発目。あ、やば、もうやばいじゃん。5発目。復活しちゃったじゃん。やば。25万。むずいて。むずいて。ダメージ30万以上いきたいんだけどな。激ムズ案件。とりあえずあと2回で倒したい。敵の HP まだまだだからな。はい、フィーバー。あ、しこった。しこたしこたしこた。もう一回やり直すかな。しこたしこたしこた先生。しこた先生です。時間はまだある。時間はまだある。集中していこう。冷静と情熱の間。ウィス。まず、カイラッチ。いい感じにつなげまーす。あー、もう全然、全然ダメ。しっかりしっかり。落ち着いていこう。 OK、 まず一発目、6発撃つ。はい、2発目。はい、3発目。4発目。はい、5発目。6発目。いい感じ。7発目。8発目。あ、決まるか。9発目かな。うしゃ、いい感じ。今回めちゃくちゃ良かった。必殺技8発ぐらいぶち込めたかな。めっちゃ調子いいやん。ちょっと、アップダウン激しいね。ラストの攻撃いきたいと思いまーす。ハマったらめっちゃいい感じだ。フィーバー中にハマったらめっちゃいい感じ。やっぱ極炎魔がポイントだな。極炎魔がいい感じ。ちなみに敵の HP チェックさせていただきますと、残り20万ということは4、5発でいいよね。必殺技4、5発でいいよね。プに消さない。で、カイラッチの必殺技をぶち込む。こんな感じでいかがでしょうか。敵の HP 残り20万。まず必殺技2発目と。はーい、3発目。そして4発目。 HP も回復してほしいワン。ダメか。とわり狂いなしゃい。5発目かな。これで26万いきました。勝ち確。あざーす。なんやかんやで倒すことができました。プニ神様、異世界のパラレルワールドのやつで、ワイポが1000ポイントぐらいかな。ふぅ、なんとか特攻なしでプニ神様倒すことができた。漢方結構消費しちゃった。で、ご褒美受け取っておきましょう。
まずレベル7のご褒美、国神の闇コイン授与。で、今回のご褒美がこちら。そして、スキルの秘伝承、ウェイ。で、国神の闇コイン10連のやつもあんのよ。それもちょっとね、今回使っちゃおうかなと思っております。まず、10連国神の闇コイン、ガーシャ中身こちら、UZ ラインナップ。が、しかし、これね、Z ランク、そして WS とかもラインナップしてんのよ。一番低ランクが、B ランクとかかな。これから一旦処理したいなと思います。ワンチャン出るかもしれん。これですよね。27枚あるんだけど。めっちゃ多。270連ってことか。一旦270連させていただきまーす。270連で果たして UZ は出るのか。ありゃまあ、低ランクだなぁ。270連ってえぐいね。でも今回で、国神の闇イベントラストなんだよね。だから持ってても仕方ないなって。もう今回ラストだし全部使っちゃおうっていうことでガシモンしていこう。S ランクのエンマ大王登場しております。新キャラが出ることはまあないかな。10連国神の闇コイン。30連目かな。で、これ一旦終わってからちょっとね、神コイン使うかなと思います。ダブル S ランク山田くん出ております。今んとこ一番ランク高いのがダブル S。UZ 厳しいやろか？ありえないで、ウェイスー。レインボー演出はさすがに厳しいかな。どうなんだろう。ありゃ。270連で Z 以上出るのか、レインボー確定演出出るのか。Sランクエンマ大王。でもこれエンマ大王剣とかじゃない？普通のエンマ大王か。ふぅ。ねえ、あれだよね。もう国神の闇終わっちゃったら、また新しいイベント始まるかもしれないよね。てか最近コラボ少ない？東京リベンジャーズあった気もするけど、なんかそろそろ新しいコラボとかなんかありそうかなと思ってんだけど、なんか結構前さ、仮面ライダーコラボだ、サンデーコラボ、少年サンデーコラボだ、五等分の花嫁コラボだってなんかいろいろあったけど、最近ちょっとコラボ少ない印象よね。昔 YouTuber とのコラボとかもなんかいろいろやっとったんだけど、で多分一番多分プニプニ的に売り上げがあるのがあれなんだよね、 VTuber とのコラボそう、どこの事務所だったっけ、なんか女の子の VTuber たちがいっぱいのところね、なんだったっけ、ラブライブじゃなくて、どこの事務所だったっけ、ホロライブだ、ホロライブとのコラボが多分一番人気よね。なんか今稲妻イレブンの体験版が配信されてるけど、今度ホロライブと稲妻イレブンコラボみたいなこともやってはりますやん。すごい VTuber 採用しますやん、コラボしますやん。その VTuber のファンたちは稲入れするんかどうかは知らんけど、引きあるのかな。すごいよね、ほんと。そんなこんなで10連国神の闇コイン使っとるけど全然高ランク出ないにゃーん。ダブル S が一番ランク高いにゃーん。270連でもやはり Z 以上出ないのか。レインボー演出はないのか。でも国神の闇コイン G であれば Z 以上確定だからな。ものすごいプレッシャーで色キャップ。残り140連色カップしか出ないんで、ウィッスン。ダブル S ランクのエンラエンラさんとかも出てきております。ものすごいプレッシャー色カップ微妙い。ありえないでウィスー色カップン。すべてオープン。
ダメじゃん。残り11枚。すごいプレッシャーで見せる。すごいプレッシャー。色がブーン。残り10枚。レッツラ5位。本当に高ランクの確率低いんだね。 Z 以上の確率で 0.000000000%じゃん。ものすごいプレッシャーでウィス。ものすごい低確率でウィス。すごい、ものすごいプレッシャー連発。イロカプ中継検知玉が大量にゲットだな。残り7枚。色カップ演出しかない。金カップも降ってこないんだよな。ほい、色カップ。新キャラも降ってこないね。神経検知玉ドロップしてる。残り5枚。ありえないでミス。ものすごいプレッシャー、ありえないでウィスのパターンね。はい、残り4枚。ありえないでウィス。猫またまたまた登場にゃん。残り30連。ダメだ。本当に出ないんだね。270回ぐらいガシャ回しても金カップも出ない。一番ランク高くてダブル S か。プニフユかな今の。ありえない。チョケケンチ玉。ラスト10連プニガミの闇くん。いや、闇ガシャだったね。めちゃくちゃ闇ガシャだったな。色カップしか出てこない。あ、でも必殺の秘伝書ありがたい。でですわ、プニガミの闇コイン G、 こちら UZ のレンくん2種。今回のイベントの新キャラがね、いないんだよね。天部、何やったっけ、天心部レン君がおらんのだよな。で、トリプルゼータ、ダブルゼータ、そして Z ランクとなっております。本題行きましょうか。神コインのプニガミの闇コイン G。3個一気に使っちゃう。金キャップはすべて Z 以上。色カップなんだけれども、Z ラン。新キャラ来るのか、降ってくるのか、いきます。右のやつ、チュドーン。持ってるやん。ダブルゼータ、トリプルゼータ、UZ、来いやー。はい、来ました。UZ ちゃーん。これ UZ ちゃーん。Z ランクがーい。Z の同血、汚れちゃんでした。まあまあまあ、初ゲットなので、ありがたく受け取っておきましょう。なんか手がさ、カニじゃん。カニの手じゃん。洞穴やべえ。はい、ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。